皆さんこんにちは。ウェルビーイング株式会社代表取締役、木山秀幸です。今回のテーマは、夏場の練習中の給水というテーマでお届けさせていただきます。今回はですね、夏場のトレーニングの給水というテーマなんですが、これ、サムネ、気づいた人いますか？実は結構な人がですね、このサムネ入ってて、まあ、一人は、プロランナーの下門美晴さん。下門さんって私全然どういう人か知らなかったというか、もちろんその個人的には知ってますけど、なんか全然そんな SNS で大人気だっていうのは全然知らなくて、まあ、後から下門さんの YouTube とか Instagram とかすごい人気っていうのを知って、すごい驚いてるんですけど、まあその下門美晴さんと、あとはもう一人はロンドンオリンピック男子マラソン代表の藤原新太さんと映ってる、まあ、夏場の練習の、様子ですね。まあそんなことは置いといて、今回の話はですね、具体的に言うと2つの部分があって、まず1つは給水って練習中どのくらいした方がいいのかっていう話と、まあ、それから実際どうやってんのかっていうことですね。まあ、つまりですね、市民ランナーの方、私もそうですけど、やっぱり一人で練習することが多いじゃないですか。じゃあその一人で練習するときに、まあ、給水って、どうやって取ってんのかっていう話ですね。まあ、まずその給水って実際どうやって取ってんのっていう話からお伝えさせていただきたいというふうに思います。で、いわゆる競技者がどうしてるのかっていうことなんですが、まあ、これはもう本当に私の個人的な主観になってしまいますが、個人的な主観で言うとですね、なんか高校と大学で大きく変わるんですよね。まあ、こちなみに各チームによっても違いますよ。各チームによっても違いますけど、高校までは割と適当な感じというか、まあ、洛南高校でもそうでしたけど、まあ、適当に地面とかに置いといて、まあ、各自取りに行くっていうスタイルだったんですよね。まあ、洛南高校の場合当たり前ですけど、女子マネージャーもいないんで、まあ、適当に地面に置いて取っとくって感じですね。で、高校生の場合は、走る距離も全体のメニューとして渡されるのは20キロまでなので、まあ、勝手にね、30キロ、40キロ走る人はいましたし、私もそのうちの一人でしたけれども、まあ、ただ、練習、全体の練習としては20キロまでしかないので、まあ、給水とかそんなに重点は置かれていなくて、まあ、適当に地面に置いて取っとけっていう感じでしたね。で、なんか大学ぐらいになるとですね、まあ、これもチームによりますよ。チームによりますけど、ちゃんと大学駅伝やるようなチームだと、まあ、チームのマネージャーとかがいてですね、5キロごとぐらいに給水渡してくれるんですね。まあ、私も京都産業大学とか法政大学の練習に参加させていただきましたけれど、やっぱりね、5キロごととか割とちゃんと給水渡してくれて、まあ羨ましいなと思いながら、しかも自分で用意すらしてなかったですね。チームのボトルがあって、でそのチームのボトルにもうマネージャーさんがあらかじめその給水用意しておいてくれて、でそれをまあバイクで追いかけたりとか、あるいはその周回コースを利用して、で、まあマネージャーとかコーチとかがこう手渡ししてくれて、でそれをみんなで回し飲みするっていう感じでしたね。で、実業団の合宿とかも入れてもらいましたけど、実業団もやっぱりマネージャーさんとかコーチの方が渡してくださるので、なんかその辺は至れり尽くせりな感じでしたね。それこそ自分で用意してなかったんじゃないかなっていうふうに思います。で、プロになったらっていうか、プロは割とその辺適当なんですよ。なんかね、まあ、プロもね、いろんなプロチームがあると思うんですけど、大半のプロ選手っていうのは、そんなにこう、至れり尽くせりでサポートがあるという感じではなくて、本当にそれこそニュージーランドとか、ベルリンで合宿した時とかは、まあ、距離走の途中に、なんか森の中とかに湧き水出てるとこあるじゃないですか。で、その森の中の湧き水出てるところを何回かこう通過するんですけど、その何回か通過する中で、まあ、例えば35キロ走とか40キロ走やったら、まあ、2、3回その湧き水の前を通るようにコース設定して、で、ちょっと止まって湧き水の水を飲むみたいな、そんな感じでしたね。で、まあ、もうちょっとその状況がいいというか、コーチとかが渡してくれるときは、あらかじめコーチに自分が渡してほしい給水を用意しといて、渡してたら、まあ、車で伴走してくださってるんで、まあ、何回かコーチが、車で並走しながら給水渡してくれるっていう、まあ、そういう感じでしたね。まあ、でも2、3回しか渡してもらってなかったんで、そんな5キロごと給水もらうとかっていうのはなかったですね。せいぜい40キロ走やっても2、3回もらう程度です。で、それからケニアで練習してた時は、バイクのドライバーがいるんですけど、別にランナー用とかじゃなくて、普通の日本で言ったらタクシーみたいな感じですね。タクシーみたいな感じで、バイクの後ろに乗せてくれるんですよ。お金払ったら。で、そういう、なんか、バイク版タクシーみたいな仕事してる人がいて、
で、その人に1000円ぐらい渡したら、もう全部付きっきりでバイクで伴走してくれて、で、給水渡してほしい時に給水渡してくれるんですよ。まあそんなことをもしたりしながらですね、あとはその車をチャーターすることもありましたね。車ってまあタクシーチャーターっていう感じですけど、タクシーチャーターして、で、物価が安いんで、半日ぐらいチャーターしても2000円ぐらいでチャーターできるんですよ。だからケニアにいるときはそうやってね、バイクとかタクシーとかを、まあ、半日ぐらい借り切って、こうね、渡してもらったりもしてましたけど、まあ結構そんなもんですね。だから意外とその大学とか実業団っていうのは至れり尽くせりなんですが、まあ世界中のプロランナーって、大半そんな感じだと思います。例えば、その、マラソンのオーストリアのマラソン代表選手とか、ドイツの世界選手権でドイツ代表で出ているような選手とかでも、まあそんな感じですね。だからまあ環境面ってあんまり言い出したらきりないですね。まあそんなんでもやれるんがマラソンっていうスポーツなんで。で、じゃあ、具体的にどうしてるのかっていうことなんですが、まあ私の場合はこんな感じです。これ100均で買った調味料ボトルですね。100均で買った調味料ボトルに、まあ100均でパーティーグッズみたいな感じでこういうモールが売ってるんですよ。だこういうモールを、これ紐じゃダメなんですね。紐だと地面に垂れちゃうんですよ。でもモールやと、ある程度こうやって立つんですよ。地面に置いた時に。で、こうやって、まあ、立つんで、まあもうちょっとこうやっとけばもうちょっとつかな。こうやっとけば立つんで、こうやって立たしといて、で、こうやってここに引っ掛けて、こう取るという感じですね。だから地面に、まあ置いといてですね。まあ季節とかにもよりますけど、まあ夏場でも私は、そうですね、多くて 7.5 キロに1回とかそのぐらいしか取らないですね。そんなにたくさんは取らないですね。やっぱり一人で練習してるんで。で、まあそんな感じで取ってるんで、今壊れましたけど、今ちょうど壊れちゃいましたけど、まあこう壊れることがないように、ガムテープで貼っといてっていう感じですね。だからまあ、その辺はですね、そんなにこう難しく考える必要はなくて、練習中の給水ってこういうのを簡単に用意しといて、まあ、それを2、3本持ってですね、あとはその周回コースを利用するか、あとはその行って帰ってのコースを設定すればですね、まあ、そういう感じでやればいいんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあどのぐらい給水って必要なのかってことなんですが、これはもう一概には言えません。やっぱ気温によって全然変わってくるんで、で、一番はこの季節ですよね。夏場給水どうしたらいいのかっていうことなんですが、これも本当に夏場って、ちょっと気候っていうか天候が変わるだけで全然違うじゃないですか。例えば同じ気温30度でも太陽が出てるっていうのと雨が降ってるっていうのって全然違うじゃないですか。やっぱりそういうのでこう、ちょっとしたことで大きく変わってくるので、まあ、絶対こういう給水の仕方をしなきゃいけないっていうふうには言えないんですが、少なくとも一般論として言えるのは、一般的に思われているほど給水は必要ないです。まあじゃあ一般的にってどういう、基準でっていう話にもなってくるんですけど、例えば体育の授業とか保健の教科書とか、まあそういうのを基準にして言ったら、真夏は15分から20分に1回ぐらい給水を取りましょうみたいなね、そういうことが書かれてたりもするんですが、そこまではやっぱり必要ないですね。まあその状況にもよりますけど、普通はそこまで必要ないです。で、それはなんで必要ないのかっていうことなんですが、まず基本的に走ってる時って水飲まない方がいいんですよ。で、これ運動中に水を飲んではいけないっていうのも一理あってですね。で、それはなんでかって言ったら、人間の体のホメオスタシス機能と関係があって、まあホメオスタシス機能って皆さんご存知の通りね、自分のその体の生理状態を、ある一定の生理状態を保とうとする機能のことをホメオスタシス機能っていうふうに言うんですが、このホメオスタシス機能の中で意外と知られていないのは、ホメオスタシス機能にも優先順位があるんですね。で、その優先順位としては、重要な器官、例えば、心臓とか脳とか、そういう命に関わるような器官っていうのが、最も優先順位が高いんですね。で、それ以外の器官っていうのは、場合によって優先順位が変わっていくんですよ。で、例えばですけど、我々のホメオスタシス機能って安静にしてたら、ホメオスタシス機能の力によって、まあ、だいたい60前後に保たれてますよね。ただ、これって走り出したら心拍数が上がってもらわないと困るじゃないですか。で、そうするとホメオスタシス機能働いてないのかっていうとそんなことなくて、ホメオスタシス機能の力によって心拍数って変動するんですよ。で、これどういうことかというと、脳に送り込まれる酸素とか血液の量っていうのはほぼ一定なんですよ。で、例えばこうやって普通に喋ってるっていうのと、1キロ3分半とか1キロ3分ペースで走るときって比べると、1キロ3分半とか1キロ3分ペースで走るときっていうのは、足の筋肉により多くの血液を必要としますよね。
で血液をその足にたくさん送るってなった時に心拍数を上げないと脳に送り込む血液の量が減ってしまうんですよ。だからそうならないように脳には常に一定の血液を送り込まなきゃいけないんで、まあ、血液と酸素ですよね、送り込まなきゃいけないんで、だからその脳に一定の酸素とか血液を送り込むために心拍数っていうのは上がります。でこれと同じことが内臓とかにも起こっていて、実はですね、内臓、特に消化器官ですね、消化器官に送り込まれる血液の量っていうのは運動中は減るんですよ。つまり優先順位的には運動中は胃腸の優先順位が下がるんですね。だ胃腸っていうのは確かに安静時は食べ物消化吸収しないと生きていけないんで重要な器官なんですが、走りながらご飯食べる人っていないじゃないですか。だ基本的には走りながらご飯食べるっていうシチュエーションがありえないので、走ってる時っていうのは胃腸に送り込まれる血液の量が減ります。でそれから特に夏場っていうのは血液をできるだけ体表面に送るように体はできてるんですね。でなんでかって言ったら、その熱くなった血液を体表面に送り込むことによってその冷ましてるんですよ。だからそうやって熱を冷ますことによって長時間運動できるように人間の体っていうのは調整されてるんですね。だから余計に胃腸に送り込まれる血液の量っていうのが減ります。だからそういう状態でですね、水分を取っても本来吸収されないんですよ。で本来吸収されないんだけど、やっぱプラスマイナスで考える必要があって、ある程度速いペースで長時間走り続けようと思ったら、やっぱり2つの観点から給水は必要になってくるんですね。1つは中核体温を下げるためです。つまりその走っている時に中核、つまり体の中心部ですね、体の中心部の体温がどん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 上昇していって、まあ、最適温度を離れていくので、まあ、その温度の上昇を抑えるために、冷たい水を飲むっていうのが非常に有効な方法なんですね。これがまず第1です。で第2にやっぱ発汗量が尋常じゃないと、普通やったら耐えられるかもしれないですが、やっぱ夏場は発汗量が尋常じゃないので、もう水分を補給しないとやっぱ大幅なペースダウンにかえってつながってしまうんですね。でこういったその2つのマイナス面を防ぐために、やっぱり冷たい水分をある程度は摂取しないといけません。ただこれはそのプラスマイナスで考えた時に、本来は取らない方がいいんだけれど、その大幅なマイナスを防ぐために水分を取るんですね。だからその積極的な意味において水分取れば取るほど走れるかっていうと全然 そういう話ではなくて、その大幅な失速ですね、大幅なマイナス面を避けるために水分取るんですよ。この基本的な考え方をまず置いといてください、覚えておいてください。でそう考えた時に、水分って失う量と摂取する量が一緒じゃなくても全然いいんですよ。でこれ医学的によく言われるのは、体の水分の 2% 以上失うとパフォーマンスが低下するっていうふうに言われているんですね。で 2% っていうと、例えば私の体重約60キロなので、だいたい 1.2 キロの汗です。で 1.2 キロの汗を失ったあたりから、やっぱりパフォーマンスっていうのが優位に落ち始めるんですね。でそれでもやっぱり優位に落ち始める段階なので、まだ大幅には失速しないです。ただこれがさすがにですね、2キロ以上水分を失うとやっぱり経験的にかなり苦しいです。で私の場合はですね、距離走とかでその最後の最後までペースダウンせずに走り切った後の体重というか、まあ、水分ってやっぱりマックス2キロですね。2キロまでは失っても大丈夫なんですけど、ちなみに2キロ水分で失ったらめちゃめちゃ喉乾いてますよ。走り終わった後もう本当に水が欲しくて欲しくてたまらなくなってます。でも一応それでもペースを落とさずに走り切れるんですよね、2キロぐらいやったら。だから2キロ以上やったらさすがにもうペースも落ちるし、喉の渇きもめちゃくちゃ激しいと思います。2キロの水分の損失ってほんまに走り終わったら水分のことしか考えられないぐらい喉渇くんで、まあ、やっぱマックス2キロぐらいですね。でそう考えたら、走ってる間って結構水分っていうか汗かいてるじゃないですか。じゃあそう考えたら 2.5 リットル汗かいたとして、まあ、走ってる間に500ミリを補充できればいいかなっていう、そういう感じなんですよ。じゃあ 2.5 キロ汗かくって考えた時に、どのぐらいのペースとどのぐらいの、ね、距離なのかっていうのは、これも人とかその人の体力とか、あとはその天候によって変わってくるので、だからこのあたりがですね、その明確にこれだけの水分取ってくださいねって言えない理由なんですね。ただまあその私の経験上40キロ走やるにしても、このボトルが3本あれば大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思います。だまあ10キロ、20キロ、30キロと3回取れたら、OK なんじゃないかなっていうふうには思います。
で確かにこれが 1,2 本増えてもいいとは思います。 1,2 本増えてもいいとは思うんですけど、ただこれがじゃあ例えばですけど8本いるのかとか9本いるのかっていうふうに言われたら、やっぱそれは明らかに必要ないんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、というわけで、まあ、だから夏場のトレーニング、水分補給大事大事だっていうふうに言われてるんですが、まあ、実はそこまで大事では、まあね、その、なんていうんですか、一番困るのはやっぱ練習中死ぬってことなんで、死ぬとかね、意識失うっていうのが一番困るんで、そういう意味で言ったら、最悪の事態が起こらない程度に水分取るっていうのは大事なんですが、そんな水分補給って言わなくてもいいですよっていうことですね。はい、というわけで、最後に1点お知らせです。今あなたは夏場の練習うまくいってますか？先日電子書籍夏場のトレーニング論というものを出版させていただきまして、すでに250名を超える方にお読みいただき高評価をいただいております。こちらの夏場のトレーニング論、何が書いてあるかというと、まあ、夏場のトレーニングで、注意しなければいけないトレーニング上の注意事項と、まあ、生活上の注意事項っていうのが、約6万字にわたって徹底解説されています。まだお読みになられていない方は今すぐ動画の概要欄の URL をクリックして詳細をご確認ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。